今日はゲストこの方をお呼びしております。筑波大学名誉教授の中村逸郎先生です。中村さん、こんばんは。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。さて、今日は中村先生、ロシアと中国の関係、ここにちょっと焦点を挙げていきたいんです、はい、去年の夏の段階で習近平は訪ロ招待を断ったにもかかわらず、なんでまたそれを心変わりして受けることにしたのか。私はロシアは習近平の子分が冷蔵化していくしか道はないかなとも思うんですけど、それね、ロシアのメディアでね、独立系ですよ、はい、テレグラム手に入れたんですけども、弟になると決めたみたいですよ。それをどうですか、要するに子分になっていくことをロシア人は良しとするんでしょうか。私ね、絶対それは認めないんだと思いますよ。いや、そうでしょ、うん、私もそう思う、うん、だからどうなるかっていうと、一つ考えれば内戦、その前に極東、樺太、北方領土、千島列島、全部取られますよ。事実上取られている。